こんにちは、堀秀夫です。日本では転売は違法です。そして恥ずかしいことという感覚があります。会員さんでね、収入が転売で得られて、それを本業に暮らしてるんですけど、親が快く思ってないとね、でどうやって説得しましょうかという相談がありました。正直説得は無理だと思います。でその会員さんの場合はね、親元に一緒にいるということなんで、それならね、家を出た方がいいですと、ね、私の常識も古いのかもしれないですけど、子供がいつまでもね親と一緒にいるというのも、いかがなもんかという感覚もありますし、親元を離れれば当然ね、お金もかかるようになる。ところがお金がかかるようになった方が稼げるようになるという可能性が高いんでね、何しろ親元にいる人は親元ね、出て離れた方が、仕事の励みにもなりますし、仕事もやりやすくなるというのが言えます。もうね、家族や友人が理解してなくてももう普通です。私も妻もね、子供も、正直理解してるとは言い難い。妻に至ってはね、まず稼げるようになるまではね、ねちねち何遊んでんだとか、その人の応援して何なんだとかね、そんなことやって何なんだとか、ぐち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 言っててね、もう相当イライラしました。子供もね、できたとこだったんで、離婚はしませんでしたけど、普通に、結婚もしてなくて付き合ってたら多分別れるでしょうね。で、その方が仕事には打ち込めると思います。その転売を本業にすると、輸出を本業にすると、パソコンで稼いでると、それはね、家族や友人が理解してくれなくてももう普通です。で逆にね、理解してくれて一緒にやってるとかいう会員さんもたまにいますけど、それはね、すごいラッキーなことだと思います。すごい、滅多にないことです。何しろ、日本では好きなことをして楽に稼ぐのは恥ずかしいことだというふうにね、もうずっとね、小学校が6でしょ。で、6334で16年ね、大学院まで行くと18年。幼稚園から考えたら20年ね、以上かけて、このね、メッシ暴行というね、考え方を刷り込まれます。指針や市場を抑えて、国家のために、というのでね、もともとは戦争時の、言い方、あるいはね、戦争前のその、ご奉公とかいう言い方ですけど、それが今やね、国家地方公共団体、社会、世間、あるいは会社ですよね、などに対して奉仕する精神を意味すると。滅私は自分の利益や欲求を捨てること、奉公は公や立場が上の者に奉仕すること、ね、従順な羊であれと、ね、いうのが、教育の本望、狙い。結局ね、どんな優秀な人でも自分勝手は許さんというのがね、日本の教育。別に日本だけじゃないんですけど、日本はそれがとてもうまくいってる国だと。ね、だから滅私奉公の考えっていうのはもう思いっきり刷り込まれてます。好きなことをして生きるとかね、転売とか、これね、例えばね、娘の結婚相手が言ってたら反対するのが普通です。ね。誰かと付き合っててね、ご挨拶に行って、で、君は何をやってるんだい、ね、?YouTuber ですとかね、転売やってますとかね、Amazon でなんか物売ってます。そのまま行ってね、面白いね、娘をよろしくって返事には普通ならないでしょうね。反対するのが普通ですと。ね、お前、あれはダメだぞと。親が諭すのがもう普通です。またね、自分の子供が好きなことして生きるとか、転売をビジネスにするとか言ったらね、止めるのがこれも普通ですよね。で、またさらに、パソコンで稼ぐというね、感覚が日本にはほぼありません。パソコンは遊び道具。ね、これデスクトップパソコンもノートパソコンも持ってないパーセンテージ。ね、日本は15歳までは7割が持ってないと。ね。あんな遊び道具でね。もうプレステとかね、3DS とか、今だとスイッチか、ぐらいと同じ扱いです。それよりもね、
もうなんかね、よからぬサイトを見るんじゃないかとか言うんで、より危険視されていると。だからね、まあ、小学生のうち、中学生のうちは持たない。高校生になっても、まあ、持たせないのが普通。で、大人になってもね、まあ別に、持たない。ね。で、やっとね、年いって、まあ金があるからたまに気の迷いで買うことはあっても、まあ有効活用はしないというのがもう普通の日本人のデフォルト。ましてパソコンを使ってね、勉強するとか金稼ぐなんかとんでもないと。まあ大多数の世間の認識、日本の世間の認識はそんなもんです。まあパソコンを使って勉強に、ね、パソコンを勉強に使うとか、パソコンで知識を増やすとか、まあ、パソコンで稼ぐとかも夢物語です。で、年収1億円を軽く超える稼ぎがある知人がいるんですが、親にはね、会うたびにちゃんと食べていけてるのかいとね、心配されてるそうです。いやいや、食べていけるどこの騒ぎじゃないね。まあ、すごい稼ぎですけど、でも親はね、どこに勤めるわけでもなく何やってんだかわかんないから食べていけてないんじゃないかという心配をするわけですね。まあ、実際はね、このパソコン普及率って思うんですけど、まあ、本当は若いうちの方がね、能力は高いわけですから、まあ、中学生のうちからパソコンを使って稼ぎ始めたらね、大学卒業する頃には、もう就職する必要すらないほど稼げてる可能性が高いです。まあ、そうなればね、別にね、給料がいいとかそんなの気にせず、なんか自分のやりたい、仕事の会社とかボランティアとか好き勝手できるわけですから、まあ、その方がよっぽどいいと思うんですけどね。ただ、まあ、そんなのとんでもないと、ね、滅私奉公からかけ離れてますからね。んな考えは野放しにできないと。いうのがね、普通の日本の社会。そして普通の日本の社会の一員に、もちろん、あなたの親や友人や、付き合ってる彼女、彼氏もいるのが普通です。まあ、だからね、やる人が少ないからこそ、まあ、月収400万の高校生とかいるわけです。ね。もう、やるとね、やっぱ頭柔軟だしね、手数は多いしね、まあ、ほんとスイスイ稼げちゃうというのはね、むしろ、ね、大人よりもはるかに稼げるというのが高校生。アフィリエイトで軽々何百万も稼ぐのは多分、おっさんになってからとかおばさんになってからパソコン始めた人には無理ですけど、ね、中学高校から始めてる人はこっそりね、まさかね、親より数倍稼いでるって親にも内緒でしょうけど、稼いでるという高校生が実際にいます。ね。まあそうじゃなくてね、稼ぎが云々じゃないと、ね。定時に出社して毎月の月給をもらう。ね、で、みずほ銀行とか三菱商事とかね、誰でも知ってる一部上場企業に勤めるのが誇らしいことです。まあそういうふうにもうね、調教されてます。で、自分勝手に何をしてるのかわからない稼ぎ方を称賛する親や友人は滅多にいないです。ね、これはね、もうそういうのを称賛する人をね、探さなきゃいけない。別に探さなくてもいいんですけど、少なくともそういうのにね、反対したり止めたり、やり方を変えようとする人からは離れないと、正直、すっごい稼ぐのにブレーキかかってマイナスになります。そしてね、稼げなければ、ほら見たことか、ちゃんと働けと言われます。ね、これね、パソコンで稼ぐのは難しいですという話をしてて、輸出ビジネス以外稼げませんと、ね、何本も何本も動画で言ってますけど、本当はね、別にね、パソコンで稼ぐってそんな難しいことじゃないです。アフィリエイトだろうとね、何だろうと、稼ぐんだと決めて稼ぐまで続けてればね、大抵は逆に稼げます。ただ、ね、稼げないと、その周りからね、ほら見たことかと、ね、何やってんだいつまでもというちゃちゃが入りますんで、それに打ち勝ってね、いや、稼げるんだと、強く意志を持って稼げる人っていうのは、まあ、滅多にいない。まあ、だからこそ、素早く成果が出る、アマゾン輸出、ね、半年で稼げるようになると。稼げる実感があって、実際に稼いで、本業でやっても逆にね、こういうふうに、もうよく思ってないんで説得しなきゃいけないというような話になるわけですから、ましてね、稼げない状態で、半年1年、あるいは2年やって芽が出なきゃね、もういい加減にしろお前という話でね、じゃあしょうがない、まあ働くかというのでつまんない仕事に就くっていうのはもうお決まりのパターンです。だから私は、早く稼げるということでね、オーストラリアアマゾンに絞って教えてます。アメリカアマゾンだの、日本アマゾンだの、独自ショップだの、eBay だのね、そういうのだと稼ぐまでの時間が長いんでね、大抵挫折します。まあ、もとい、
ね、稼げなければもうほら見たことか、ちゃんと働けと言われます。そしてね、この稼げたら稼げたでも、もうなんか悪いことでもしてるんじゃないかと勘ぐられます、ね、あるいはね、まあ、多少やってきてはいけるんだろうけど、もうちょっとまともな仕事をしろと、ね、そんなふらふらした仕事をしてんじゃないと、もうちょっとね、地に足のついたとかね、根を張ったとか、まあ、そんな風に言われます。稼いでも言われます。あるいはね、なんか稼いでるみたいけどね、何もね、悪いことしてない、畜生ね。でもいつかね、あんなんでね、そんな世の中甘くない、いつかひどい目に遭うと、まあ、妬まれると、ね、まあ、何しろ人は自分の信じたいものしか信じません。そして、若くてね、頭が柔軟で、ある程度精神も順調な頃にね、滅私奉公の考えをめっちり刷り込まれてるわけですから、そっから外れた考えを受け入れる人っていうのはね、あんまいない。その学校教育に順応できなかった、ね、調教されなかった、ね、要は不良少年とかね、落ちこぼれとか不登校になった人とか、そういう人だけです。普通に、平穏無事に学校行ったりね、ましてか背筋症とか成績優秀とかクラスの人気者とかね、学級委員長とかまず無理、そういう考えにはよっぽど何かね、衝撃的なビッグイベントが起こらないとならないです。まあ、そんなわけで、親や友人、彼氏彼女の理解が得られない場合は説得を試みても無駄です、ね、もう人の考えを変えるってことはね、できないです。何しろ何年も経って刷り込まれてることですし、みんなと違うことをやってる人を止めるっていうのはね、良識ある大人の義務だと思って、良かれと思ってね、大きなお世話を焼いてくれてるわけですから、もう近くにいたら無理、できるだけ離れることが、まあ、自分の好きなことをして稼ぐ近道です、ね、自分がこの学校とかね、会社とかね、居心地悪かったとか、なんか順応できなかったという自覚のある人は、まあ結局一人でまずは稼いでね、で稼げるようになってから自分の、仕事なり、その稼ぎ方なり考え方に共感してくれる、あるいは考えの合う人を見つけるというしかないです、ね、あの考えの、違う人を説得しようと思ってもね、多勢に無勢、世間の常識とかね、親友人反対する人がたくさんいる中、孤立無縁でね、いやいやって言って説得できる人はまずいないですし、まあ、こじれるとね、親子関係、友人関係ね、悪くなりますんで、まあ、こじらせないように、当たり障りのないように、離れてって、自分の好きなことをして稼ぐのが近道です。ね、ということでね、まあ、この、ね、転売で稼ぐのは恥ずかしい、パソコンで稼ぐのは恥ずかしいという話はね、まあ、どうしたもんかと思ったんですけど、まあ、ただね、この、まあ悩みというか相談できない人もいるでしょうし、今回たまたまそういう話があったでしょうし、私の実体験としてもね、これは間違いない。ね、滅私奉公の考えがね、染みついてない人間はもうね、もう社会から、ね、あの日本社会からつまはじきにされるのが当たり前と。だからできるだけそういう素振りは見せずに、何やってますとかあんまり人に言わずに、ね、こっそり一人でね、稼ぐ。あるいは考えの合う人を見つけて稼ぐというのがおすすめです。間違えても何とか説得しようとか思っても無駄です。すごいね、敗北感になりますし、話こじれる可能性が大なんで、まあその説得というのは普通成功しない。てか考えを変えて説得に成功した例というのを私は知りません。そんなわけでね、まあ、わかんない人とは離れるというのがね、この、滅私奉公の考えが染みつかなかった、日本人のうまい処世術なんでね、そんな形で日本ではもうパソコンを使って稼ぐ、好きなことをして稼ぐ、ね、これはもう恥ずかしいことだと認識されてて、もうそれはしょうがない、ね、反対されてもそれは相手がね、一般的なその良識ある日本人だったんだなということでね、納得して、離れて稼ぐというのをお勧めします。以上、堀秀夫でした。